私ね、神戸大学行ってるんだけど、生徒にはね、礼法っていうかな、例えば大会に行ったら知らない先生にでもね、そこの大学の先生がおられるんだから、知らない先生にでもおはようございますって挨拶できる人間になりなさいっていうことを指導しております。稽古でもそうですけどね、初立ちはもらうよっていう稽古しないダメです。大方よかでかなり今一方ですよ、そういう人は。じゃなくて初立ちはっていうことで、そういう思いをしておりますので、で六段は六段なりの、ね、できたらそういう切り剣道してもらったらいいけど、六段はまあ当ててもいいかなって思ったなんかしてますけど、やっぱりできれば切る剣道をしてほしいですね。六段七段も八段も一緒、やっぱりね、見とって稽古着ね、稽古着が汗んだ人を着てる人がいっぱいおるんでね、やっぱり審査を受ける。